新外革命博物館と全面の広大な広場新外革命博物館は中国古北省武岩市武将区にある2011年に新しくできた博物館で1911年の武将記事から始まったとされる新外革命に関する大衆教育施設でもある。この新しい博物館が新外革命の100年記念の2011年にできたので 元々の博物館は、侵害革命武将記事記念館へと改名された。武漢市は、現在家中の中心になる大都市で、長江と観光により分断された山地区があり、商業中心の観光と工業区中心の漢与に対して武将は政府関係の部署が置かれている。アジアで初めての共和国を生むことになる侵害革命は、1911年の武将起義から、 始まったとされる。この100年祭にあたる2011年に開館予定の新しい新外革命博物館建物が予定され、敷地は5万平方枚総建物面積は2万2142平米、設計は河南理工大学の建築設計学部である。建物は翼を広げたような外観で、3階、地下1階ある。1階に受付、多機能行動があり、 展示は5つに大きく分かれている。第一展示は、共和国の基礎、侵害革命の歴史。第二展示は、各地の阪神団体、武将騎議、ホロ運動など。第三展示は、武将騎議の詳細で。第四展示は、湖北軍司令部、各省の対応があり。第五展示は、侵害革命武将騎議記念館、日夏保衛戦今日の武漢の紹介などである。 この博物館の完成に伴って、同じく、首義文化公園の中で、部、楽事をくぐったところにある旧、新外革命博物館は、新外革命武将記記念館に改名された。2011年10月、この博物館開館時には、長崎県が県出身で、孫文を支えた、梅屋正吉の彼との交友を紹介する文書などを、出展する特設コーナーを5ヶ月間設けて、 協力している。ありがとうございます。